皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。今回は五輪に採用されなかった213着の着物について海外の反応とともに取り上げていきます。着物を通じて世界をつなぎ平和のメッセージを伝える着物プロジェクト。着物プロジェクトは着物や帯の工芸技術、文化の継承を目的とし、蝶屋株式会社の高倉社長が立ち上げた一般社団法人イマジンワンワールドにより2014年にスタートします。スタートして以来、2015年のミラノ万博、2016年の G7、2017年のアスタナ万博、2018年の第8回太平洋島サミット、2019年の G20 大阪サミット、TICAD 7アフリカ開発会議、ラグビーワールドカップのオープニングセレモニー、2020年は国際連合創設75周年記念事業の調印式開会式など注目度の高いステージへ次々と登場。世界中から注目を集めるビッグイベントで着物を登場させ、平和へのメッセージを世界中に送り続けてきたのです。東京五輪に向けて、着物プロジェクトは約6年かけてオリンピックに参加する国と地域、そして難民選手団など合わせて全部で213着の着物と帯を制作。制作費用は 100% 企業や個人、各団体からの寄付で賄い、着物にはそれぞれの国、地域の自然や文化、歴史を映した絵柄が反映されています。日本を代表する職人さんたちが喜んで協力し、制作費は着物代に100万円、帯に50万円、小物やお仕立て代に50万円、各国平等に合計200万円。大国も小さな島国も人間国宝の作家も若手作家も制作費は平等というところが、この制作プロセスにおける重要なポイントだったそうです。また募金は4億円以上も集まったといいます。そして当初のオリンピック開催予定日だった2020年7月24日に着物が完成したことを発表。2020年10月には京都市京セラ美術館で展覧会2020着物に世界を映すを開催し、これまで制作した213の着物と帯が展示されました。コロナ禍のため事前予約制での入場となったそうですが、京セラ美術館がリニューアルして以来の来場者数の最高記録を更新し、入場制限がかかるほど大盛況だったといいます。世界中の代表選手が日本に勢揃いし、世界で最も注目を集める開会式に着物を着た女性たちが手に手を取り合って平和を願うセレモニーを実施したい。制作者たちはチーム一丸となって東京五輪での披露という目標に向かって日々取り組んでいたといいます。しかし自然、文化、歴史を描き世界中の国々を表現した213の着物と帯は残念ながら東京五輪開会式でお披露目をすることができませんでした。実際に東京五輪の演出に内定はしていない中動いていたプロジェクトではありますが、とても残念ですよね。開会式後には本来あるはずの着物の姿がなく、ネット検索する人が殺到し、7月24日午後の時点でトレンドランキング1位になっています。五輪でお披露目することはできませんでしたが、 YouTube で着物プロジェクトが制作した着物を紹介した動画があり、そこには海外の人たちから様々なコメントが寄せられていましたので一部紹介いたします。英国だけじゃなく、イングランド、ウェールズ、スコットランドのデザインを別々に作っているのはクールだね。なぜこれが採用されなかったの？このプロジェクトがなくなってしまったのは残念だよ。美しい作品たちをシェアしてくれてありがとう。私は泣いているよ。まるで赤ん坊のように泣いているの。
この中に手抜きな作品は何一つ見当たらない。すべてがその国を表彰するものであり、それが私の心を揺さぶっているの。着物愛好家としてこのプロジェクトを耳にしてからずっと追いかけてきたけど、完成した作品群を見て驚いたわ。どの作品もそれぞれ個性が際立っていて素晴らしいよ。このプロジェクトは何世代にもわたって記憶されるものにならなくてはいけなかった。アメージング。見事な芸術作品だ。世界で最も素晴らしい美術館の中央に座っているような気分だよ。ロシアの着物がモスクワの中心部のものではなくて、バイカル湖をモチーフにしているところが素敵なんだよな。バイカル湖の周辺に住んでいるものとしては、モスクワではなく、シベリアや欧州近郊以外の地域が評価されるのはありがたいね。着物や帯を制作しているメーカーやデザイナーの方々の技術に感銘を受けたわ。これこそが世界が必要としている一体的なプロジェクトなのよ。また着物の伝統について人々が理解するのを手伝っていて、この芸術が今後も残っていくことを願っている。ポーランドより愛を込めて。とても豪華だよね。なぜどの放送局もこのプロジェクトがあったことに触れなかったんだろう。今回の五輪で私が物足りなさを感じてしまったものは、こうした文化の共有だった。選手らがホスト国のかけらを発見するような、とてつもない豪華さだ。巨大なプロジェクトに注力してくれてありがとう。香港は着物が大好きなんだから。私は豪州の作品をとても気に入っている。アーティストが時間をかけて研究しデザインしたことがすごく伝わってくる。特にアボリジニのアートと旗が印象的だね。やはり着物は海外からもとても人気が高いことがわかりますね。残念だな、こんな素敵な着物をなぜ披露できなかったなどの声が多数上がっていましたが、どうやらこの着物プロジェクトには闇の部分が存在していたようです。最初に簡単に説明しましたが、蝶屋株式会社の高倉氏は一般社団法人イマジンワンワールドを立ち上げ、寄付者や同志となる社員、スポンサーを集め、えりすぐりの職人、デザイナー、世界各国の大使と連携し、運営代表として従事していました。そして当初の予定通り、2020年6月のうちに着物をすべて完成させます。しかしコロナの影響によりオリンピックは延期。高倉氏はイマジンワンワールド代表を退き、プロデューサーとしてプロジェクトに取り組み、次の運営代表としてスポーツメーカーアシックスの元社員手島氏に引き継ぎます。そして2021年4月に着物プロジェクトは東京五輪不採用が決まりました。開会式が行われた2021年7月23日手島氏は公式サイトで以下のような告発をしています。各国の振袖を蝶屋株式会社さんに保管するよう依頼していましたが、2021年4月に契約は解除となり、振袖の返還を求めたが拒絶され、最後の最後ギリギリまで交渉したが合意には至らず、開会式に振袖を提供することができなかった。組織委員会の方には東京2020開幕3日前という間際までご検討いただきましたことについて、橋本聖子会長に心より感謝申し上げます。以上のような発表をされています。しかしこれはあくまでイマジンワンワールド側の一方的な主張です。ネット上では手島氏の数々の暴挙や問題行動があったとも取り上げられています。高倉氏は手島氏に対して、どの国の着物も何もわからない人を40人も社員にして、自分に都合の悪いことを言う創設者からの社員をクビにした。手島氏は制作資金を拠出したスポンサーを威圧するなど、代表理事の権限を悪用し構成員を入れ替えるなど私物化したとも批判しているようです。もしこういったことが事実であるなら、高倉氏が企画した着物プロジェクトは手島氏に乗っ取られたということになります。
また高倉氏は五輪の開会式後、国内外から制作へのエールを多くいただいた。その声に応えるためにも一日も早くプロジェクトを初心に戻すべきだと語っています。しかし一連の経緯について手島氏は、高倉氏の主張は全て事実無根だとしており、両者は対立しており、真実はまだ闇の中です。着物プロジェクトを立ち上げた高倉さんの着物に対する愛に偽りはないと思います。着物、帯はどれも美しく、デザインは唯一無二の芸術品で、お披露目できなかったことが本当に残念です。また制作に携わった方々はその過程を知らないと理解できないくらいの苦しい思いをされているでしょう。関係者の皆様の苦労が報われる日が近い将来訪れることを願っています。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。